はい、試験延期に伴う学習強化講座管理会計論の第六回目の講義始めていきたいと思います。担当はレクセン任講師二宮です。本日もよろしくお願いします。はい、えー、本日の第六回目の講義なんですが、まあ今回は総合原価計算における複数の原材料を投入する場合の計算について確認をしていきたいと思います。で、この複数原材料を投入する場合ですね。 大きく分けて2つの状況に分類することができますけれども一つは原材料を投入することによって製品の産出量が変わらない場合とでもう一つは製品の算出量が変わる場合ですねで今回は製品の算出量が変わらないいいいいケースとうのを見ていきたいと思まますり、まあ、かしと私たちの身の回りにあるものっていうのは複数の原材料が投下されていて製品の産出量が変わらないものが多いんじゃないのかなと思いますけれども。 例えば今皆さんがお使いのですねボールペンとかシャープペンシルなんかまさにそうですよね。まあ、プラスチックとかバネとかですね、まあ、いろんな原材料を透過しているけれどもあくまで1本のボールペンとか、まあ、この1本のシャープペンシルっていうのが出来上がるわけですから原材料を複数個透過しても出来上がるものはあくまでも1個ですよと。で一方の 製品のの量量が増量する場合っていうのはは、まあ、これはまあ食塩水とかをイメージしてもらうと分かりやすいかと思いますが水 100g に食塩 20g を投下すれば食塩水が 120g 出来上がると、まあ、インプットされる原材料のまあその単位とアウトプットされる製品の単位っていうのが同じような場合においては、まあ、こういったですね酸質量っていうのが増量することになると。 ま、基本製品の算出量が増量するケースっていうのはあの、まあ、リットル単位で表されていたりあるいはキログラム単位で表されているケースが、まあ、ほとんどですね、はいで。とりあえず今回につきましては製品の算出量が増量しない場合の計算を見ていきたいと思いますので、まあ、次回の講義で増量する場合を見ていこうと。で教材としましてはレックの入門講座で使っている教材をねちょっと見ていきたいなと思うんですけども。 材料の追加投入によって製品の算出量が増量しない場合とでどのタイミングで原材料が追加投入されるかによって、まあ、計算のパターンをね分類していこうとでまずは材料の追加投入点が仕掛かり品の加工進捗度よりも手前にある場合ですね図、ま、で見てあげると分かりやすいかと思いますが A 材料が工程の視点で投下される材料で、まあ、この B 材料が工程の途中点で投下されるでこの月末仕掛かり品の加工進捗度が B 材料の追加投入点を通過している場合というのが、まあ、この状況ですね、まあ、今回の、まあ、まず見ていく状況とでまあ適当に数字振ってあげてもいいかと思いますけども、まあ、B 材料追加投入するタイミングが40%地点で 仕掛か,かり品の進捗度が70%だとしましょうか、まあ、一目瞭然で40%地点を通過済みなんで月末仕掛か,かり品に対しても、まあ、B 材料っていうのが投下されていることが分かりますでこの場合はですね、まあ、どういうふうにしてこの B 材料費を完成品と月末の両者に半分していけばいいかっていうと、まあ、これ完成品の数が例えば100個で 月末仕掛か,かり品の数が50個であればですねこの100個と50個っていうのを基準として B 材料費っていうのを安分していけばいいと仕掛か,かり品の実材料ですね完成品仕掛か,かり品の実材料っていうのを使ってあげて B 材料費を両者に安分するこの手続きを取っていくとまあこれなぜかというとこの B 材料を追加投入する追加投入する地点っていうのを通過していれば、完成品1個だろうと月末仕掛か,かり品1個だろうと1個あたりが発生させた B 材料費は同じになるはずだからですよね。もうこの地点を通過していれば、まあ、同じ金額だけ完成品だろうと月末だろうと B 材料費の発生原因になっているとまあ、そう考えることができます。まあ、イメージ的にはですね。 あのここに料金所があると考えてもらうといいかと思うんですけども、まあ、高速道路か何かの料金所がありますとでこの地点を通過すれば、まあ、料金がチャージされますとでそれ以降っていうのはどこまで進もうともですねもう払った金額に変わりはないわけですよ。この地点を通過すれば通過するのに1,000円かかりますと、まあ、こっちの自動車だろうとこの下の自動車だろうと、まあ、料金所を通過していれば 1>, 1台あたり1,000円を対価として払わなければいけないとだから1台が負担する料金は同じですよねと、まあ、そういうふうにイメージしてもらうと捉えやすいのではないのかなと思います。ここの考え方はすすごく重要なんですよ子孫時期とか減損費をね完成品と月末仕掛か,かり品の両者に安分する場合にも同じ考え方を適用することができますから。 まあこの時点で子孫や減損が生じました月末の加工進捗度は70%ですよと、まあ、こういう状況において子孫慈悲減損費っていうのを完成品と月末の両者に安分する際に実材料を基準として非度外症であれば両者にに分すすることになりますよね。もう考え方は全く一緒ですんで原価計算っていうのはそんなに考え方がたくさんあるわけではありませんのでまあ根底にある考え方として共通する部分が多いわけですから。 しっかりとね地に足をつけながらなんでそういう計算をするのかっていうのを一個一個ね整理してください。で次のところ今度材料の追加投入地点が仕掛かり品の加工進捗度よりも、まあ、この後ろの場合ですね今度は仕掛かり品の加工進捗度が例えば40%で B 材料の追加投入地点が70%だとするとまあ明らかに 仕掛かり品っていうのは B 材料の追加投入地点を通過していませんので、仕掛かり品に対しては B 材料が投下されていないと考えられますから、この B 材料費を安分する際のまあ基準値としまして仕掛かり品はゼロと考えていきます。まあ進捗度ゼロパーと考えていくんですよ。まあそもそも進捗度っていうのは原価のかかり具合を表していて、さっきの 仕掛かり品が B 材料の追加投入する地点を通過している場合は進捗度100%って考えているんです。今のケースだと進捗度は0%なんですよ。B 材料は一切月末に対して投下されていないわけですから B 材料費を安分する際の月末の進捗度は0%と考えていくことになります。ましたがって 仕掛か,かり品に対する B 材料費は0円っていうふうに計算することができると完成品のみに B 材料費を負担させましょうねとで次の材料が工程の終点で追加投入される場合は今と全く一緒ですけども、まあ、この工程の終点で B 材料が追加投入される場合は月末仕掛か,かり品に対しては当然投入されていないわけですから完成品のみに B 材料費を負担させることになると。 まあこの上のケースと下のケースは基本的に同じですね。で次の4つ目のケース材料が工程を通じて平均的に追加投入されるケースなんですけれども、まあ、工程を通じて平均的に追加投入される場合においてはこれは加工作業が進めば進むほどより多くの 原材料が追加投入されることになるわけですよね。また、仕掛かり品の加工進捗度七十パーとしましょうか。で、この場合はですね。完成品と仕掛かり品に、B. 材料費を安分する際に、どうすればいいのかというところなんですが。まあ、完成品百個、仕掛かり品が五十個だとすると。この、五十個に。 加工費の計算の時と同じように70%っていう加工進捗度を乗じた35個っていうのが B 材料費を安分する際の月末仕掛か,かり品の完成品換算量ってことになります。工程を通じて徐々に徐々に B 材料が追加投入されるということは70%地点まで至った月末50個に対して完成品35個相当の B 材料が追加投入されているとそう考えていきます。 まあ要は加工費の計算と全く同じ要領でやってあげればいいんですよ。加工費の原価の発生の仕方と B 材料費の原価の発生の仕方が全く同じわけですから、加工費と同じように月末仕掛かり品の完成品換算量を求めてあげればいいと。仕掛かり品の実在量かける加工進捗度ですね。まあこのケースが一番ね。 ちょっと捉えづらいケースなのかなとは思いますけども加工費と全く同じ原価の発生対応をたどることになりますから同じ要領で計算してあげればいいんだとそういった理解でね抑えてもらうといいのかなと思います。よろししいでしょうか。 複数原材料を追加投入するケースについては、まあ、テキストの説明とかですね問題集もあるかと思いますけどもいくつか問題掲載されているかと思いますが、まあ、1回解けばねもう復習する時にはそのボックス上の数値をねちゃんと取れるかどうかを確認してもらったらそれで十分ですよ。 もう実際に完成品と月末仕掛かり品に各原材料費を安分するっていうところまで計算しなくてもその月末仕掛かり品の完成品換算量をちゃんと求めることができるかどうかボックス上の数値さえねちゃんと捉えることができればあとは機械的な作業で回答することができるわけですから復習する際にはボックスをかけるかどうかっていうところだけ確認してもらうともう十分かなというふうには思います。 でも、ここのね複数原材料の追加投入に関する話が、ちゃんと自分の口で説明できるかどうかですね。まあ、これが管理会計まあ、得意な人と不得意な人とのあの1つのね。判断基準になってくるんですよ。ここの内容がしっかりと理解できていて、自分で説明できる方はまあ、管理会計について、そんなに苦手意識持ってない方が多いです。で、逆にここの計算についてまあ、よくわからないと。 なんかわかんないけどこういうふうに計算すればいいんでしょっていうふうにもう機械的にやってしまっている方あるいはもうそれすらもできていない方についてはやっぱり管理会計が苦手な方が多いとこういう根本的な考え方っていうのをベースとして、まあ、この計算に紐付けてね手続きをやっていくっていうのは他の分野でもですねそういったあのー 手順っていうところを踏まえてねやっていかなければいけない場面管理会計は多いので、まあ、この複数原材料の追加投入が分かるか分からないかっていうのは管理会計が得意かかどうかの一つのつ金責任になりうるんですねここをしっかりとね地に足をつけてとにかく考え方を抑えていくっていうのが今後の学習においても重要なんだと、まあ、そう考えてください。特に標準原価計算とかをねやっていく際にその数字の意味解釈が重要じゃないですか。 なんでそういうい計算をするのか、この計算によって出てきたこの数値はどういう意味合いを持っているのかそこがわからないとですね標準原価計算っていうのは全くね安定して回答することができなくなりますから、まあ、そういう思考できるかどうかっていうのはこういう複数原材料の追加投入のところで一つね確認することができるんですよ。だからここはすごく重要なテーマなんですね。 だからとにかくねちょっと時間をかけてこの分野についてはですね復習の方を進めてみてください。で今見てきたのは基本的なケースだけなんですけど少し応用的なケースを見ていこうというのがこちら。応用的なケースですね。今さっきね 原材料を始点から終点にかけて平均投入するケースを確認しましたけれども今度は途中点から途中点とかね始点から途中点にかけて平均投入するケースっていうちょっとイレギュラーなケースを見ていくと、まあ、こういうケースがね問われることもありますから、まあ、対策をとっておく必要性があると。で基本的に今から見ていく3つのケースが分かればテキストで今さっき確認した4つのケースっていうのはもうマスターしたと言えますんで。 今から見ていく内容をしっかりと押さえてくださいまず工程の視点で A 材料を投下して B 材料視点から終点にかけて平均投入するこれまあ今さっき見たところですねすみませんここは見たところですねまあ、完成品200個月末仕掛か,かり品の加工進捗度50%で100個ありますと言ったときに、まあ、この100個に50%を掛け算したこの50個ですねこれが B 材料費を安分する際の 月末仕掛か,かり品の完成品換算量ですよと支店から終点にかけて平均投入と完成品200個月末仕掛か,かり品50個合計250個相当の B 材料費を投下 B 材料を投下してそれに対する金額が500円という状況なんですね。だから完成品に対しては400円月末に対しては100円っていうふうに計算することができます。 まあこれは今さっき見たところなんで大丈夫かと思いますが次の括弧に今度は B 材料を支点から50%地点にかけて平均投入すると支点から50%地点にかけて平均投入する。 でこの場合ね平均投入だから普通に月末仕掛か,かり品の加工進捗度今回は20%って言ってるんで100個に20%かけて20個でいいんでしょっていうふうにもう短絡的に考えてしまう方が多いんですけど「平均投入」っていう言葉に惑わされないでくださいね。 まあもちろん平均投入っていう実態は反映しなければいけないんだけれども単純に先ほど見たね一般的な平均投入とは状況が違うわけですよね。支点から終点にかけて平均的に投入するのと支点から50%地点にかけて平均的に投入するっていうのはまるで状況が違うじゃないですか。同じ平均投入でまあこういうね 図を書いてあげてもいいかと思いますけども支点から50%地点にかけて平均投入するっていうことはまあこの B 材料費っていうのはこの0%から50%にかけてどん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 徐々に徐々にこういうふうにまあ累積的に B 材料費っていうのが増えていきますよと。 で50%地点まで至れば完成品と同じだけけ B 材料費が追加投入された結果になるわけですだから例えばね月末仕掛か,かり品の加工進捗度が70%地点であれば完成品1個と月末仕掛か,かり品1個が負担すべき B 材料費っていうのは同じ金額になるはずなんでこの場合は実際の数量に基づいて 完成品とと月末の両者にに材料費を安分することになるこなんですね平均投入ではあるけれども50%地点を月末仕掛か,かり品が通過しているも超えてしまっている場合は完成品だろうと月末仕掛か,かり品だろうと単位あたりが負担すべき B 材料費は同じにならなければおかしいので実際の数量データ、まあ、加工進捗度100%と考えて 月末の換算量っていうのを求めることになります。で今回は20%地点に月末がある場合っていうのが問われているので、20%地点であればここの高さ考えてあげると50%まで至れば1ですから、20%であれば0.4っていうふうに表すことができます。まあ5分の2ですね。5分の21かけることの5分の2をしてあげれば0.4です。 まあ、分かりにくければねこの0%から50%地点まで B 材料を追加投入するというこの作業を何割終えたのかっていうふうに考えてあげればいいんですよ。0%から50%にかけて B 材料費っていうのが平均的に投下されていくわけですけども、まあ、何割作業としてそれが終わっているのかを考えてあげれば、まあ、この50%まで至れば終わるわけですから20%だったら4割作業を終えたと考えて。 加工進捗度40%、進捗度40%と考えて月末の換算量を計算してください。完成品200個、月末は100個 ×40% で40個です。ここがポイントになってきます。で、また今度、B 材料が 20%時点から60%時点にかけて平均投入と途中点から途中点に平均投入するケースを見ていこうとでまた月末の加工進捗度今度は50%で月末仕掛か,かり品100個の B 材料費を安分する際の基準値どう求めていくのかというところなんですが、まあ、今度あらかじめ図を書いていますけど20%から60%にかけて平均投入していて この60%地点まで至れば完成品と同じだけ B 材料費っていうのが投下されたことになりますんでさっきと同様に仮に月末仕掛か,かり品の進捗度が70%地点であれば完成品単位あたりが負担すべき B 材料費と月末仕掛か,かり品単位あたりが負担すべき B 材料費は同じになりますんで月末の換算量は100個っていうふうにおいて 完成品とと月末の両者にに B 材料費を安分することになるんです。でも今回は50%地点なんで50%地点っていうのはここの高さを考えてあげればいいと。20%から60%まで至れば完成品と同じだけこの1の原材料が追加投入されるわけですけど20%から50%であればこれ全体 40%のうち 30%4 分の3作業としては終わってるわけですよ。だからここは4分の3要は75ですね0.75と。この B 材料を追加投入する作業を4分の3すなわち75%を終えていると考えることができますんで。 完成品100個に対して75%を乗じた75個っていうのが月末仕掛かり品の換算量とまあそう考えることができます短絡的に100個 ×50% っていうふうにしないでくださいねそれは全く意味を理解していないことになりますからねこの50%っていうのはあくまで加工費をね 完成品と月末に安分する際の進捗度を表しているわけで、ゼロパーから百パーセントまで平均的に発生する加工費の進捗度をね表しているわけですから、B 材料費を安分する際の月末の進捗度はまた別途設定しなければいけないと、今のようにこの零点七五っていうのを設定しなければいけないんだと、まあこの点をしっかりと押さえてもらえればなと思います。で、この考え方が分かればね。 あの先ほどもちょろっとお話はしましたけれども20%から60%にかけて例えばその減損が平均発生しますとそういうケースにおいて計算された減損費を完成品と月末に安分する際にも全く同じ要領で安分の基準値を取ることができるんでね。 材料の追加投入に関する話がちゃんと理解できていれば、そのイレギュラーな減損の発生の仕方を想定した総合減価計算の問題にも対処し得ると、まあそう考えられますんでね。まあぜひともね、まあこの計算のやり方については考え方をね重視して復習の方を進めてみてください。はい。よろしいでしょうか。 まあ以上がね、複数の原材料を投入する場合の、まあ、製品の算出量が増量しない場合の総合原価計算の手続きということで、あの今回の内容で理解できた方は、ぜひとも、ね、問題演習の方に取り組んでみてください。はいまあ、それではね、まあ、これで第6回目の学習強化講座は以上となりますので、本日も皆さん、お疲れ様でした。